菅友禅の作家さんです。はい、はい、小泉さん、小泉さん、はい、よろしくお願いいたします。そしてエリハナさん。はい、エリハナの花岡です。よろしくお願いします。はい、撮影は波蔵ちゃんです。波蔵さん。はい、そう、タグ付け禁止。今はちょっとダメだ。今はダメだ。今はタグ付けできませんので、ね。小泉さんの、まあ、簡単に説明すると、はい、先ほどちょっと触れたけど、本来は長崎の方で、そこから東京の大学出られてるんで、なんで金沢っていう感じなんですけど。本当ですよ。うん。いや、これはね、金沢にとって奇跡的な出会いです、実は。あの、阪神大震災の年やったよね、そうそう、卒業が。ああ、はい。それで関西の方に就職内定してたのが、はい、ブチってなっちゃったんだ。で、つてをたどって。そう。2月ぐらいまでは、あっちに行くつもりで思ったんですけど、急にダメになって、で、探して、うん、紹介してもらってこっちに来たんです。なるほど。いや、彼がいる金沢の加賀友禅会といない加賀友禅会じゃだいぶ様相変わってたはずなんですよ、勝手に僕そう思ってるんですけど。いや、それぐらい、非常にデザイン的にも素晴らしいもの持ってるし、まあまあちょっと図案とかね、いろいろこの後見せてもらえるんで、それが納得していただけるんじゃないかなと思うんですけど。ちなみに先生は、白坂先生、白坂幸三先生で。師匠。師匠。何年間お勉強なさったんですか ?12 年。長い。うん、ちょっと長かったですね。普通7年間。一応基本は7年間、ね。7年間。例えば、卒業できるんですけど、自立できるんですけど。自分も入った時にもうち10年なんでって言われてたんで。あ、先生にね。あ、そんなもんなんやと思って、はいはい、つって。入って。知らないって大事。あ、そうかと思って。うん、別に長くいるの嫌ともね、特別思わなかったし。だってまあ、入れるんやったらまあ、いてもいいかなぐらいの感じ。結果的に12年行ったんですけど。途中でもう結婚もしたり。そうですね、そうですね。弟子の時に。はい。うん、結婚して。30歳の時に結婚したんで。そっか。奥さんとはどこで？嫁さんは友達の知り合いみたいな感じ。友達通じて。なるほど。初めて聞いた。石川県の方です。そうです。この辺の方？そうですね。完全に石川県ですね。そうすると。まあそうですね。なりますね。だからもう実家の方がわかんないです、道とか。若い時に出ちゃうと分かんなくなる。そう、18までしかいなかったんで、結局。で、まあ、20歳ぐらいに免許取ったんですけど。あ、分かる分かる。帰省した時しか運転しないでしょ、東京で乗らないから。で、2年間ぐらいしかまともに運転してないわけじゃないですか。分かんない。そしたらもう下手に運転すると迷うんですよ、道。うん、で、新しい道とかできても知らんし。はい、なんかビューンって言ったら違うとこ行ってくれる。そうやね。だから地元でナビ使うんですよ。ああ。わからなくて。完全にもう、帰化なさって。帰化なさってます。そんなもんですね。そう、石川県人ですね。うん。そんなもんですよ。そうですよ。うん。まあそういうことで、ちょっと、加賀友禅の作家さんも見たことないっていうことなんで、なんかちょっと手順とか。はい。ね、なんか珍しいですね、そんだけ着物着てて、普段着のずっとやってるんですよ、普段着。ああ、そっか。今日だからみんな普段着も。ああ、結局そのまあパン屋の、まあパン屋でも着物着れるよ、レジでもパンを出しながらせかせか走りながらでも、だったら結構誰でも着れるんじゃないかなって、あだこうだ言って着物着れないって言われるんで、いや結構着れるけどな、どんな状態でも、その種類にはよるけど、なんかこうなんだろう、とにかく着るっていうのがすごい楽しいよっていうのを伝えたいなと思って、着る人を増やさないと先行きどうにもなんないなっていうのもあって、なんかそういう、まあ、自然なことだけど、洋服もそうだけど、普段のものがあって
清掃のものがあってっていうのがピラミッドじゃないですか、うんうん、で清掃のものだけが残るってことはありえないので、うんうん、結局やはり下の方がちゃんとしてないと、うんうん、それで分かった上でやっぱり私これ欲しいって言って清掃のものを買うのが正しい買い物だと思うし正しい消費者の考え方だと思うし、うんうん、なんか販売店の人にねこれが安いからどうのこうのって言って巻いて買わされるっていう感覚っていうのは作る人にも失礼だしそういうのも嫌だなと思ってやっぱりこう自然となんか洋服だって GU 買ったりとかねユニクロも買うけど好きなブランドとかあるじゃないですかそういう感覚が着物にだってちゃんと本当あるべきだなと思ってなので私は基本的にもうとにかくまあ、私が配信した頃は普段着の着物の配信はなかったんです、うん、もう皆さんあのきちんとしてまず補正して、うん、襟もパリッとしてっていうその着付けの先生のしかなかったので、うん、どうやって普段にそれを着るかっていったら無理じゃないですか、うん、朝から補正してって、うんね、脱いだらいっぱいポロポロなんか出てくるっていう状態になるポロ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 ンってなるのおかしいしなるべく日も少なく昔の人が暮らしてたような感じで着るにはどうしたらいいかっていうのでずっと着てたのでなのでこう友禅とかそういうのはあのそういうのは知ってる人も多くて配信してる人も多いしそれは私の分野じゃないと思って今まで接してこなかったっていうか、うんまあ、実際、まあ、私も金沢で生まれ育ってるので、うん、嫁入り道具で加賀友禅の訪問着はもう手元にあるの で、うん、で加賀友禅はずっと見てたものなのであまりなんか、うん、最初が加賀友禅みたいな最初が友禅っていう、うん、そうなんです、うん、そうなんですよ、うんうんそう子供の時もねあのちゃんと着物作ってもらったりとかあのお正月とかも着てたりしてたし、うん、だからなんかそんなに知らなくて知りたいっていう分野じゃなかったゆえにどんどん後回しでやっていくっていう、うん、逆に木綿とかの方が知らなくて着物の木綿の世界を知らなくて産地に行ってっていう感じでしたねうん、かすりとかもこっちじゃ遠い存在ですし、そうですよね、うん、そうなんですよだからかすりってどうやってできてるんだろうとか、うんうん、そっちの方に行ったっていうのが、そういうことですね、そうなんですよこれ以上のいいコメントする自信全くないですね。ほーって聞いちゃってましたそうですかこんなテロテロのパーカーで死んでるのかテロテロいやもう筆が進みそうなテロテロ感じでね今日訪ねたのはお見せするということもあるけど私の発注も今お願いしてるんであそういうのをベースにしながらちょっと説明してもらえますかね、はいはいうん、今染帯と訪問着両方頼んでてはい今これ、うん、その帯なんですけど、うん、これちょっとずれてるんですけど、うん、前帯ですね。前、腹の部分ですね。で、もともとこれ花かごを変えてほしいっていうお話で、うん、前なんかインスタライブでやってませんでした。やってました。私見てました。うん、帯、はい。あれですね。うん、これ季節問わないようなものを入れて、で、花かごっていう話で、で今ここ削ったんですよ。元はもうちょっとあったんですよ。そう。ちょっと頭重すぎるわって言って、しちゃったやつを流れを作ってほしいと。削って、うん。右から左に流れる感じが欲しかったんで。でかい物消しで消されてしまったんですね。ガンガンって言うんですよ。すっごいでかい消しゴムでめっちゃ消しゴム。でも本当にあっという間なくなりました。でかい感じですね。どんどんでかくなるんです、うんうん。そう。だってあの一面消すわけですからね、最後。ああ、これですよね。あの、こうやって。あ、そっか。そうですね。今これ、下へ、鉛筆書き。これね、まだね、私が難癖つけて変える可能性があるから。難癖。確かに、こんなに書いたのに。そう。書いたのに。ね、みたいな感じで、どんどん書き換えていくもんで。書いたのに。最後は、うん、じゃあこれでいこうってなったら、うんペンに変えるわけですよ。なるほど。もともとは初めに書いた木炭で。木炭。
かと思うんですけど、すいません。木炭でこうやって、まあ、当たりをさせてください。ボタンならボタンをこうやって書いていて。このイメージでね。おー、ボタンや。素敵。まずの魔法の手みたい。ボタンができてくる。ねえ。すごい。尊敬するわ、声をかける人。すごい。鉛筆にはこれも大体の当たりで書くんですよ。自分はあんまりカチッと書かないようにしてて、うん、まあ、人によってなんだと思うんですけど、うん、カチッと書きすぎると今度最後ペン入れした時になんか、ね、勢いがなくなる感じがするんですよ。だから正直言ってこの鉛筆の状態で見せてほしいって言われるの結構難しいところがあって。あ、難しいんだって花岡さん。見てて僕もね細かいところ見てるわけじゃないの。そう僕は、ね、多分ね勢いとか流れとかを見 て, て、うん、流れだけ見てる。ボリュームとか構図、うん、その辺がだから僕はある程度ラフでも大丈夫ね、うんうん、これをこうやって消すと木炭だけ消えていくんですよ、ね。うん、おー、そうなんや。だから木炭便利 で、 へー、でそれをペン入れ して、うん、やると今こっち完成形のもう一つのやつなんですけど、うん、こんな風に今木炭の手皿を。あー、南蛮線、南蛮線で書いてもらって、二人の、うん、二人の絵皿も描くんですかね。昔ねよく描かれてたんです。今ねほとんど見ないから、うん、小泉さんの国谷を見たいなって。うん、今ね描いてもらってるの全部ね古典シリーズなんですよ。うん、で彼はモダンはものすごく得意なんだけど、うん、でいろんなもん描いてもらってるんですけど。うん、腹の部分、うん、彼に古典を書いてもらうとなんか新古典になると、うん、モダンな古典になるんじゃないかなと思って、いい、そこのチャレンジを今お願いしてます。すごいかわいい。でペンで書いて消しゴムで消すと、うん、こういうふうに、まあ、ペンだけ残るから、うん、だから結局最終的に全面消す、全面消すから消しゴムすぐなくなっちゃう、うん、なんかすぐ紙破りそうやけどね。破きそう。破きそう。ねえ。でも、あの、欲しいって思われてるイメージがあるじゃないですか。南蛮線のイメージもいろいろあるから、この何パターンか、まあ、書いて、うん、まあ、こっちが普通のっていうか、ね、一般的と、うん、こっちの方がちょっと遊んでる感じで。なんかカリブ海になりますね。そうですね、カリブ海ですね。どっちがいいですかって。カリブ海でみたいな。カリブ海でみたいな。カリブ海で。で、この小皿も、乗ってそうでしょ。乗ってそうでしょ。船書いてあったんですけど、一個は波だけにしてほしい。すごいスピードが出てるって感じ。ね、その波もじゃあ3個書いて、どれがいいですかって言って。素敵。かわいい。門にしたらかわいいね。ねえ、ねえ。ね、かわいい。かわいい。北にって色、あれないか、赤とか。どっちかって言ったら僕、これ吉田釜かなと思ってるんですけど、どっち？ですね、あんま赤系統だと使わないやつの方がいいのかな、ね、うんうん、赤じゃなくて、赤屋じゃなくて、グリーンと、うん、金茶の吉田釜系、うん、かなって思ったりしてます。かっこいいかなと思いますね、うん、どんな風になるか、はい、見れたらいいな。これも全面入るんですけどね、はい、そうですね、素敵ですね。映す時にこう回しながら、うん、写しとって。本当に草に焼きの近くに住んでるんでね。ですよね。はい。うん、もともと飲み師で、うん、で今小松なんですけど、もう本当に草に茶碗祭りとか、もうすぐそばの、うん、うん、あの残業のパン届けてつって小松インターリンクさんに届けるみたいなね。じゃあこれがちょっとうまくいくと、じゃあ次は絵皿じゃなくって。うん、とっくりにしようかとかね、うん、うん、そういう感じも楽しみ、いいですね、角皿とかね、あ、いいですね、うん、この赤い線は後から素描きしようと思ってて、うんうんうん、炒めにすると白くなっちゃうんで、はい、うん、なるほど、うん、なので
赤い線は後から書く、ね。うん、だからこれがまた緊張するんですよ、直接書くのは。もう手震える。もう焼けとるし。最後やし。最後やし。ぷぽっと落ちたらね。直せるし。あ、やだやだ。あ、全然。やだやだ。っていうのを結構お願いしたりするんですよ。あ、嫌ですね。そうなんです。これはね、あの、問屋さんの、メーカーさんの仕事をお願いしてて、うん、米沢のあるメーカーさんの生地を使って、彼が素書きしてもらったりとか。うん、わかんない絵描いてって言われるんですよ。わかんないって何でしょうかね。難題ですね。自分結構飲食店とよく話すんですけど、飲食店と似てるなと思ってて。そうですね、本当に。あんまり自分出せない。そう、まあ、自分はこの味好きやからって言って出しても、いや、美味しくないと言われたらもう、どうしようもできないから、それに合わせていくみたいな感じに近いなっていつもよく思うんですよ。僕は僕で、小泉さんらしさを出したいなとは常々思ってるんだけど、その中でやっぱり市場欲求って必ず出てくるんで、で自分が、あ、いいなってものができた時に、これ小泉さんの、これいいでしょってやっぱり言いたいわけですよ。それ本当になんかこう、その飲食っていうところのお客様のこうニーズにずっと答えて差し上げて、その中でちょっとずつ自分を刷り込んでいくみたいな。でその中で最終的に自分が出せるみたいな、自分の店の出したいものを出せる位置まで育ててもらうっていうか、そういうことなのかなと。そうですね。そういう、うちの店もそうですけどね。そんな感じはしますね。なんか結構自分らしさってあんま自分で分かんないって、言ってみれば後付けになってくるから、残してきたものがみんなの中のらしさに残ってて、小泉さんってこんな感じですねって言われて、あ、そうなんやって思うこと結構ありますね。様に育てられたタイプのっていうやつですよね。どうだっていうタイプの人と、育ててもらって育って、あの、育っていく可愛がってもらうタイプの人と、それが 人柄だと思うんですけど、まあ小泉さんだから僕結構振り幅ね、広く頼んでるけど、そうじゃない、ある程度完成された人だったら、まあまあ一枝減らしてくださいぐらいしか言えんわね。それ以上のことはやっぱり言えないし、それでも言うからジロって睨まれるけど、誰でも言うからね。絶対に、それは絶対注文する方やから、それは言わせてもらうようなこと言うただけで買わん人やったらね、塩まかれるかもしれんけど、その辺は、きちんと。自分デザインやってたんで、あの、そういうのが当たり前と思ってる感覚が多分強いと思うんですよ。クライアントがいて、デザインって、で、受け合う仕事を、まあ、高校大学と勉強していってたんで、もう例えば絵だけ描いてきた人、絵画だけとか彫刻だけとか、作家みたいな感じのスタンスの人が多分そう言われるの辛いと思うんですけど、そうですね。だからそういう点ではちょっと、そういう面では楽というか、自分自身が。そういうもんだろう。そういうもんだと思ってるんで。案外そうですね、違うとこから入ってる人の方が、割にこう柔軟にいきますよね。そうだと思いますね。そう思います。だからこの世界に入って逆にこう、作家らしさみたいなことを言われると、ブルってなる。作家らしさってそんなつもりで入ったわけじゃないんやけどな、みたいなところがやっぱあって。金沢の作家らしさって、ゴルフ連れて行けとか。ちょっと待ってください。動画入ってますよ、大丈夫ですか。石黒太郎っていうのが従来の作家さんで。今、いやいや、今そういう人みんな消えたから。消えたんですか。消えた。綺麗に消えました。本当に。そこの緑色のスケッチブック撮ってもらって。それですか。そう。普段、あの、作る時のやつなんですけど、これすごいラフなやつしかないけど、こうやって花の、まあ、スケッチ、竹好き、竹好きですもんね。竹好きだね。
竹好きですか？自分竹好きなんですよ。竹いいですよね。うん、わあ素敵。すごい。染まってるのがないかもしれない。そうね。本あれば。熱い、激熱です。激熱だね。激熱ですね。かっこよすぎんけ。竹かっこいいっすね。かっこいい。こうなってるよね。それなんかまた躍動感がすごい。あ、これ見ました。うん、それ、エリハナ提供の。あ、そう、見ました、見ました。飾ってありました。うん、あ、すごい素敵。似合っとる。美しい。すごかったです、実際に。今出とる美しい着物の冬号に白坂先生の振り袖、うん、うちでオーダーして書いてもらったやつ、それを本人が着て、本人あつらえた、あつらえた、お嬢さん白坂先生が着てびっくりした、カオス、カオス80歳で13歳です、乗せちゃダメと思って、お化け、お化け、やばいやばいやばい、2月のお化けや、やばいやばい、本当の先生に、そう今お化けって言ったのは確実に配信してる、いや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 、あの京都の節分のお化けって知らん、いや、知らん、みんな仮装して出てくるやつ、いや、知らないですよ、それのこと言うたんよ、そうなんですか、そう、それお化けって言うねん、今のはカットして、あ悪意、悪意は報酬やな、それこの間言ったとこやで、俺先生のとこ、こうなるんで、やっぱり切る、うん、切るとやっぱり、そう、それだからすごいね、スケッチが第一段階で、うん、で、彩色した、うん、で、人がまとうとこうなるっていう、そうですね、まとわないと完成にならないですね、うん、着物ってやっぱり、うん、素敵、いい色、これほとんど赤使ってないんですね、うん、あの水玉かなんかに赤いのがちらっと入ってましたね、ちょっと点点点点点、青いのと黄色いのと赤いの水玉入ってない、はい、ちょっと入って点点点点、小泉さんにね見られるのはちゃんと絵が描けるっていうのが大事なんです。あの笑えるかもしれないけど、加賀友禅の作家に絵描けない人いますからね。もう今いないかもしれないけど。どういう昔？昔ね。でこの後多分スケッチしないでパソコンでやる人も出てくると思うし、実際います。確かにね。うん、あの漫画家さんもそうですけどね。うん、でね。僕ら見るとあこれパソコンで書いたなってのわかりますもん。プレゼンさんわかるよね。わかりますよ。すぐわかります。そこがやっぱり、うん、違いとして奥行きっていうか、うん、なんか出てくるんですよね。うん、規則的になるし。うん、あそれは、うん、なんとちょっとコピペ的になってくるし。あこれですね。かわいい。うわ、かわいい、やばい、かわいい、さすがだよね、染めるとこがね、なくなる、これ染められるの、そういないと思う、かわいい、顔がかわいい、もう目がうるうるしてるでしょ、かわいい、かわいい、うるうるちゃんですよ、黒目がちだね、そうよ、その目で包め、ね、見つめないで、見つめて、見つめられたらやばいですよね、これ前のところ、前、あ、かわいい、かわいい、ゆうわかわいい、あ、かわいいね、今日これ食べるんですって、この植物を、あ、何ですか、こうやって食べるんですか、アカシア、うん、アカシアの葉っぱを食べるんですよ、実はめちゃめちゃ可愛いですね、うん、高いとこの葉っぱですよね、うん、めっちゃ可愛い、これでも話してる時に浮かんだからそのまま進めさせてもらって、うん、すごい喜ばれるわそりゃうん、喜んじゃう、確かに、あらゆる要望を押し付けてるんですよ、押し付け答えてくれてるというのも、これこんな加賀友禅で花だけじゃないんだ、加賀友禅でハリネズミだとすごいやばいですね、マジで激アツですね、うん、めっちゃ
トゲトゲ。めっちゃトゲトゲ。めっちゃトゲトゲ。めっちゃトゲいっぱい。糸目屋さんが大変なんだけど、大変。これも花岡さんの注文する。そう。すごいな。これね、友禅でも何でもないんですよ。なんか、なんすか。なんか飛ばし系ですか、これ。飛ばし系です。ペってやつですよね。動画あるよね、それは。あのね、お客さんに、その、まあ、僕が勝手に、なんだろう、友禅じゃなく、もう、可愛いの大嫌いな人の。ああ。かっこいいのが好きで、シックだったり、して人のしてないものが好きって言って、じゃあ、ピチャってやつ書いてもらおうか、って。ピチャ。で、これ染まった生地が送られてきたんで、怖い怖い。これもいきなりビニューって飛ばして、センスですね。彼いきなりやったもんな。こんな色使ってこんな感じでいいですかって来るかと思ったら、もういきなりできました。すごい。やっちゃったと思って。なんかやっちゃった。なんかでも思い立ったんでしょ。やっちゃえと思って。うんうん。素敵。でもそういうのって絶対勢いあってるんだよね。むしろ勢い大事ですね。こんなんでどうですかなんて言ってるような手法じゃないからね、これ。そうなんですよね。うん、すごい。ピチャピチャピチャ。やばいです。だからなんか作家さんの幅を広げてあげるのも、僕の仕事の一つかなとは思ってるんです。こんなこと言う人いないでしょ、多分。いないですよ。ねえ。だってこんなんやってて人来たら何してんのって言われます。手が震える。手が震える。結構な鉢巻き姿でね。結構なんですよ。結構な友禅の作家さんとは違う絵面ですね、だいぶ。そう。なんかもうびっくりですね。だいぶなんかイメージと違う。いやでもね。もうね、本当に上がってきた瞬間、笑い転げた。やっぱ、パス上手やわって、思った通りって。で、これ生地の糸、目に沿って、なんか細かい色を入れようと思って。実はあるところで失敗してるんですよ。ああ、そうですよね。もうリベンジなんです。もう小泉さんにかける感じ。あ、やばい、急に圧かかってる。急に圧かかってる。圧タイム入った。あのね、失敗してる。いや、すごく素敵なんだけど、その人にとって可愛すぎた。あ、なるほどね。個性的に、その個性、その先生、優しい先生で、可愛く描いちゃったの。花びらっていうことで、とってもフェミニンな感じになっちゃった。何枚か送って、なるほど。こんな感じ、あんな感じって話してたり。で、このラフ4パターンが叩き台になって、この流れとこの流れを足して、バスケットはこれみたいな感じで、いいとこ取りをしていただいて、だからこの4パターンを書いていただくっていうのは大事なんですよ。これでどうじゃなくて、こんなのを考えてみたけどどう？こうやって作るんだ。うん。そうそう、本当に何個か書いて選んでもらってみたいな。うん、こういう贅沢。そう。でも本来贅沢なものを作るときはここまで贅沢したいよね。うん、ちゃんとこだわりたい、ね。本当にお金出すのと本当の大元はみんなこれからなんですよ。加賀友禅は。一人ずつ。もう、あの、問屋さんっていうもんがある前から、作家さんは存在しましたので、はい、そうですよね。うん、みんな、あつらい染めっていうのが、当たり前だったんです。逆に誰が着るかわからないものを作家さんが作るってことはなかったんです。それは大量消費になって急にそうなったってことなんですね。問屋さんシステムっていうのが出来上がって、まあまあ、そういう流れができて、で、作家さんは今、すべて、誰が着るかわからないものを作ってらっしゃる。もっと極端に言うと、色差しして写真ありますよね、これ。この着物が何色になるかも知らない。絵描いてるんだっけ？地色は問屋さんが決めて、何色に染まったか知らない人いっぱいいますよ。ってことだ。染まった状態で、流通に流されてしまって、そう。あれ
だったんですかって。で、問屋さんどうやって色決めるか。うん。愕然としますよ。在庫見て、あ、今ピンク色少ないからピンク。グレーが少なくなってきたんでグレー。そんなんです。そうですね。要するに自分のところの在庫の色を見ながら染め出しちゃう。そりゃそうなりますよね。いろんな方に対応しなきゃいけないですもんね。バランスよくですよね。だったらだったでいいわ。最初からグレーが少ないんだからグレー色を出しますねって言って作家さんに伝えればいいのに。あ、もうそういうイメージ。そうそうそう。こんな色にしますからねって伝えれば、それに合った差ししてくれるのに、違うんですよ。いつ上がるか分からんってこともあるやん。うん。だからうち、楽観、こんな楽観ってあるけど、これ普通に染めの楽観。で、その下に、ただの白い四角の場所を作るんですよ。こうやって。はい、はい、はい。で、戻ってきたときに、このハンコをこうやって押すんですよ、ペタッと。そしたら絶対戻ってくるんですよ、うちに。流通に流されないんです。あ、で自分で地色見れるんです。なるほど。なるほど。もう確実に。そうか、見たいから、わざと開けといて。うん、そう。白抜きにしておく。なるほど。だから業者さんからすると面倒なんですよ。もう一回持ってこないといけないから。でも、それしとくと、ちゃんと仕上がりがこうなったって、うん、なんかちょっと足りんなと思ったらちょっと後仕上げもできるし、もう本当に最後のお客さんのところまで行っても絶対戻ってきますもん。これ何ですかこの白い仕上げって、うん、これは何ですか、うん、だからそれ本当独立した時からうちの先生もそれやってたんですけど、もうそれ絶対真似すると思って、うん、先生がすごい、そう、途中からそれやった方がいいよっても言われて勧められてしたらしいんですけど、自分もそれやるって言ったら、トネさんから面倒やしやめてって言われたけど、もう一発目にそれやったから、ずっと。いやって思って、いや、ふーんって言いながら、わかりましたって言いながら1個目からも作ったんですよ。そしたら2個目からも作らないといけないじゃないですか、そんなんて。それで、あーって言ってたけど、それで浸透してくれたから。いやいや、本当にね。防御策ですね。間違いない。間違いない。大体その、何色に染まるか知らないのに染められるとかさせる方がすごいなと思う。すごい。だって、かぶったりするやん。目立たなかったり。そう、本当に。特に僕、濃い色出すんで、下手すると差し色が引っ込んじゃうんですよ。出てこない。そうですね。加賀友禅、いろいろ問題あります、ね。ごめんなさい。私、愛を持って言ってます。他の人に言われるとムッとするんだけど、自分はやっぱり加賀友禅愛してるんで、やっぱ問題点は問題として捉える。愛です。そう。そのシステム絶対ダメだと思う。初めてびっくりしました。そんな風になってるんだって。こちらで決めてるわけじゃないんだっていうのを聞いてすっごいびっくりしちゃった。もちろん話はしますけどね、初めに。何系の色にしますつって。で、まあ、薄地にして、こんな感じにするとは話するけど、でもやっぱり全然違う色になるわ、みたいな連絡が来ることあるんですよ。その色合うって言ってるんですよ。いやー、いいんかなと思うけど、でもあくまでも、やっぱり、トネさんの商品に、自分らは絵を描かせてもらってるっていう、描いてるっていうスタンスやから、もうそれが嫌やったら言ってみれば自分で作るっていう、ことになるから、まあ、そういう立場であればもう、あ、そこまで言えないというかね。富田さんの方が立場強いんですよね。そうですね。まあ、富田さんの商品やから、あくまでも、出されたものに胡椒かけていいですかってダメって言われても、いや、かけたいのはかけたいし、みたいなもんになっていくやろうと思うから。なるほど。いろいろですね。なんか逆に自分が言ったもの、こんなんがいいって言って、例えば問屋さんがいやーって言ったとしても、いやもう絶対これの色に染めてほしいとか言って染めてもらったものが問屋さんが思ってもない形でいい意味で売れたら、次結構信じてもらえるっていうか、ちょっと問屋さんを超える提案をできたっていうのが浸透すると、じゃあそういうのやったらその色にしようかとか言ってくれることが多いんですけど、逆にリサーチ力も
そうそうですね、いるんですよね。結局今のほら、うん、トレンドの色とかにも左右されるじゃないですか。そういうのもちゃんと分かってて、問屋さんよりも要はなんていうのかな、あの流れを掴んでないと説得力がなくなっちゃうもん。問屋さんはどうしてもやっぱりいろんな催事とか行ってるし、いろんな商品もいっぱい見てるから、自分らよりも確実に売れてった商品に対しては目が超えてるんですよ。でもそれって売れてったものの良さは分かってるけど、今までなかった新しいものに対しての想像力っていうのはまた別になってるじゃないですか。それを自分らはいつもそこだけは確実に問屋さんより上行ってないとダメだなと思って。要するにトレンドを作る側ですよね。あのトレンドを追っかける側にいてはいけないっていうやつですよね。そうそう、皆さんが見たことないものを作っていくっていう形にしないと、欲しいものだけ に沿って作っていくと多分すぐ飽きられると思う、ね、そうですね、あいつはこんな感じだろうっていう、新しいものはないだろうってなったらあれですよね、なるほど。さっきのこんな魚眼レンズのやつとかも、こんなアイデアはなかったけど、これ一個自分のやつを足してこれ採用されると、超嬉しいですね。なるほど、嬉しい。ただ魚眼レンズの構図描くのめっちゃめんどくさいとか思うんですよ、正直言ってなんで思いついた自分みたいなやってしまった。でもやっぱ羽織こうじゃなくてこうね、人の体って垂れるから、やっぱこのこうなった時にね、こう水平になっていく楽しさもあって、面白いですよね。大体でも思いついたもんって面倒なんですよ、本当に。そうなりますね。あんまり見たことないやつを作ろうとするわけだから。作り出すって大変。それのズレってすごい見えるんですよね、よくまたズレてるのって適当なことできないですね。できないですよ。で、自分がズレてるなって気になったら気になってしょうがない。気になってしょうがない。しょうがないから、結局次の日消し、丸々消すとか。物消しなくなっちゃうんですね。そう、あっという間なくなる。あっという間なくなる。消す消す。かっこよく消す消すって。本当だ。これは大変。本当、夜とかにね、仕事すること多かったりするんですけど、もうその時はもう自分で、ね、こう自分の世界に没頭してるから、いいもんできたわー、すごいわーって自分で思うんだけど、次の日の朝見て、俺昨日何を書いたんだろうって思ってそれはあれですね、あの失敗したラブレターってやつよくあれ聞きますよね、夜中にラブレター書いたら次の日の朝えらい冷めるみたいな、本当そんな感じでということで、いいですか。はい、はい、皆さんみんなで楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。小泉先生の工房で友禅の工程のね、説明があったと思います。こちらが完成品の帯になります。小泉さんの染め帯です。ぶどう唐草。で、これがどうやってできたかっていうお話をちょっとしますね。ぶどうの柄で染め帯を作ってってお願いをして、彼からラフが2枚届きました。はい。それで、どっちがいいっていう形になって、私ちょっと今回は両方いいんですよ。でも今回、こっちの流れがあるのがいいなっていうことでこちらをお願いしました。そしてさらにそれを図案をきちっと原寸大で書いて、そして白生地に移し、糸目を置いて彩色し、そしてまたそれを地染めするという流れです。で、出来上がったのがこちら。だいぶ変わってますよね。で、この段階でちょっとここの辺がボリュームありすぎるんで修正をかけてます。で、こう流れてるのをこっちからの流れからこう、その流れも少し変えてもらってます。で、お太鼓にした時には基本ここがメインになるように、
で、あとはまあアッシュラインなんですけど、かけた時の流れが綺麗ですね。で、小泉さんのセンス、要するに友禅の作家さんとしての仕事ですが、まずこれを白生地の段階で下絵を描きます。下絵を描いて、その下絵の上を糸目のりを置いてもらうんですが、それは職人さん、別の職人さんのお仕事になります。で、そののり置きが上がってきてから、中埋め、中埋めというか、その彩色するんですが、ここに今白い線が彩色の周りに残ってますね。これが、別の職人さんが置いた、要するに糊の跡になります。糊が生地の上に防波堤のように置かれ、その中を彩色していきます。そうすると、その防波堤になっているところで絵の具が止まるので、外にはみ出さない。で、最後にその糸目を水で洗い流すと、この白い線が残ります。これが友禅の特徴です。必ずこの糸目のりっていうのは残ります。で、これはもち米で作る糸目なので、少し柔らかいイメージになります。あと、糸目にはゴムのりっていうのがあるんですが、ゴムだとパチンと出ます。やっぱりこの餅のりだと柔らかいふわっとした線。このブドウの彩色っていうのは、まあこれ加賀友禅ではあまりしない彩色ですね。ここがその小泉さんの、小泉さんらしさっていうのかな、彼の感性だと思います。工程で言うと、この彩色が終わった段階で地色がまだ真っ白なんで、この地色を染めるべく、今度また外に出して染め屋さんに出します。染め屋さんに出して、この今彩色したところを糊で全部蓋をします。蓋をして、彩色に色が被らないように蓋をした後、地染めをする。その後、友禅流しということで水洗いをして糊を全部落とす。で、今あるのが小泉さんの作品としたら染め帯だったんで、しかも地色、私が出したシックな色なんで、加賀友禅らしくないんです。実はこれ加賀友禅らしいものをご用意しましたので、あちらの訪問着の方に移りましょう。こちら加賀友禅の訪問着です。華やかですよね。パーティーとか結婚式とか、そういう時にね、来ていただける、純礼装になりますかね。はい、全体柄、これ小泉さんの先生、お師匠さんの白坂幸三さんの作品です。シランっていうタイトルで、蘭の花が斜めにもう贅沢に書かれて、書き込まれております。肩口からね、全体裾に至るまでの非常に華やかで、ボリュームもたくさんありますよね。で、加賀の特徴っていうのが、このちょっと花びら、葉っぱか、花びらですかね、先の方が濃いでしょう。先ぼかしって言って、わざわざそのこの防波堤のギリギリから彩色して内側にぼかしていくんですよ。先が濃くて中がに向かってぼかしていく、これ金沢の特徴です。だいたいほとんどのぼかしがそうなってると思います、ね、こちらの黄色い花もそうですし、こちらの方の紺い藍色もそうですよね。先の方が怖いでね、実際筆を置くときに先っちょから中にやるために、筆をこの一番先端、要するに糸目ギリギリのとこから置いていくんですよ。で、共有禅はどうかって見ると、
そんな危ないことはしないで、糸目ギリギリではなく糸目の真ん中、葉っぱの真ん中あたりから外側に向かっていきます。そこが大きな特徴でしょうかね。とても華やかな訪問着です。3つ目の作品です。クロットメソデ、先ほども訪問着はまあ巡礼装になるんですが、こちらは既婚者の第一礼装になります。未婚者の第一礼装は振り袖です。これは既婚者の、第一礼装、一番格の高いですので5つもが最初からつくような形で丸くここが抜けております。門が黒いと後で抜けないんで先に抜いてあります。はい。で、実はですね、これ前田仁郎先生の作品なんですが、あの小泉さんのお師匠さんが白坂先生、先ほどご紹介した。で、なんとこの白坂先生のさらに大先生、先生大先生です、前田仁郎先生の作品です。残念ながらね、もうぶっこ者でございますが、うちには作品保管しております。はい。太め袖っていうことで、金沢の太め袖では黒がすごく濃い漆黒の黒っていうことで、加賀黒、加賀友禅の太め袖の黒は本当にコクのある深みのある黒で染められております。でですね、やっぱそのだけ強い黒なんで、糊が本当食われないようにしっかり置いてます。それでもちょっとチリチリしてますよね。でもまあまあ綺麗ですね。ここは前田さんのところは自分で実は糊置きもします。ただ留め袖だけは外に出してると思います。黒染めだけは加賀友禅らしい飛扇に風景が描かれる、とても細かい柄ですね。三代継承ということで、ちょっとこういうものを今用意しました。加賀友禅四字系図、ドン。ちょっと以前のものなんですけど、こちらに前田仁郎さん、木村雨山さんという人間国宝の大天才と言われた方の、まあもう本当に一番弟子になりますね、前田仁郎先生。そこから白坂浩三さん、そこからの小泉さん。たまたまうちにあった先生つながり、先生とお弟子さんのつながりの3作品を今日はご紹介できました。はい。揺れてる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 、ちょっと待って、揺れてる揺れてる、もうちょっとこっち来て。え、こういうことですか。うん。あ、はい。トベちゃんが完全に後ろになっちゃってる。揺れてる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 、どっちだ。揺れてる揺れてる揺れとる揺れとる揺れとる。チャンネル登録はこちら。